同人のサタデーナイトゲームショーへようこそということで、今回もね、続けてやっていきたいと思います。こんな格好ですけどで、まあちょっと武器をね、いろいろ売ったりとかして、新しい武器をね、一つ手に入れました。それがね、これ9ミリハンドガンも売ってしまったんですが、これほら、すごいかっこよくない？めちゃくちゃハンドガンっぽい何かザットガンっていうのをね、なんかそこの恐竜のショップで売ってて、いや、ハンドガンよりも強いし、ハンドガンっぽいなと思って買ってみました。ちょっと試し撃ちしてみようか、あの蜂でね。おお、強い強い強い、なんかとてつもない破壊力だったな。お、なんだなんだ、お、リロードがかっこいいな。で、なんだっけ、バーミンターライフル、バーミンターライフルとなんか同じ弾を使ってるみたいなので、バーミンターライフルもね、売ってしまって、まあハンティングライフル、ハンティングライフルと、お、なんかチューインって言ってる。よし、これはとりあえず取っておこう。さあ、ハンターライフルとこれを使ってね、少し進んでいきたいかなと思っております。ラディエーションが上がってるぞ。ここか、ここが全体的にラディエーションが高いのか。よし、オッケー。待って、月光の群れが来てるな。どこはラディエーションなんだ。よし。ああ、ゴールデン月光、なんだそれ、知らんぞ。そんな絶対強いやつじゃん。よし、頭潰れた。ちょっと待ってよ。よしよしよし、いい感じなんですけど、すごい、ちょっと敵の数多くないですかこれ。ちょっと待って、これやばいでしょ。なんだゴールデン月光って、ちょ、やばいやばいやばい。ちょっと待って、 こっち使おうか。やばい、引っかかった、やばい、死ぬ。ちょっと待って、うわー、いきなりこういうね、いきなりこういうことをされますっていう。じゃあちょっとどうしようかな。スティームパックが結構少なくなってきてるけれども、なんだ、スティームパックでラディエーションが上がってるぞ。まあそれはいいんだ、それはまあちょっと今はいいとして、なんだこれ、どんどんラッド値が上がってるけど、こう、なんでこんなことになってるのかちょっとよくわからないんですが、ちょっと待ってね。よし、 OK。 待って、いろんな人が巻き込まれてるな、これ。よし、 OK。ヤングゴールデン月光ね、ちょっとどんだけ下がりながら戦わないといけないんだよこれ。しかも当たってないし。よし、当たった、 OK。 よしよしよし、 OK。 ちょっとラッドアウェイ使おうか。ここまでね、取ってきてあるんですが、なんでこんなラッドが急に上がりだしたのか謎なんですけど、ラッド X か。おっと、ちょっと連戦はきついって。
よし、オッケー。バイパーガンスリンガーか。また出たな、こいつら。ちょっとラッド値がやばいんですけど。ラッドアウェイ、誰か持ってないかな。あ、10ミリピストル持ってる。砥石。まあ、10ミリピストルはいらないか。あ、レベルが上がったので、ちょっと上げていきましょうか。はい、ということで、こんな感じで、どうでしょうか。なんでラッド値がこんな上がっちゃうのかわかんないんだけど。一体何が一体俺に何が起きてるの。ちょっと寝た方がいいのかな。まあいいや、もう一回、あそこの恐竜のギフトショップに行って、何かないか探してきてみましょうか。はい、ということで、ここまで来たんですけれども、あれですね。お医者さんに、お医者さんにちょっと、ラッド値をね、直してもらいました。100キャップも払ってな。ということなので、もうキャップがね、結構、最初持ってたかなって思ったんですけど、そうでもなくなってきました。あ、なんだ。ラッドスーツの人が、スカベンジャー。ミスター、ラディカルの日誌。あ、とりあえず、あ、これアイソトープ239添加剤だ。やったね。警棒か。警棒はいらんな。まだね、必要なんですよ。確かまだもうちょっといるんでしょ。あれ、でもこれ戻る感じになってる。なんか出てきた途端にもう、もうっていう感じだけど。じゃあちょっと戻るか。よし、ということで、ここまでね、戻ってまいりました。で、これを渡せばいいのか？さっき話した部品を見つけたか？はいはい、これ、コンテナを丸ごと見つけた？ああ、それだ。お前が生きてるってことは、シールド装置も無事に違いない。よくわからんが。あと必要なのは、スラストコントロールモジュールだけだ。そんなの必要っつってたな。オッケー、じゃあこれを次は持ってくればいいみたいなので、ちょっと探しに行きましょうか。行ってきます。はい、ということで、なんかよくわからない場所にやってきましたが、どうやらここら辺みたいだね。おお、なんか蹴っちゃったぞ。で、こっち側じゃないのか。このスクラップヤードの、多分、中？中じゃなくてこっちか。ここか。で、ここのどこかに、その変な欲しい機械が、この人が持ってんのかな？さあ、話そう、ギブソン。ヘイ！陽気だな。いや、老婦人ギブソンと呼ばれているよ。雑貨を売ってる。修理も得意だよ。あ、本当に？ここからすぐ北に大きな建物があったろ。あれがヘリオス1だ。ふんふん。NCR が管理してるから、炭鉱者は立ち入り禁止になってるよ。なるほど。炭鉱者ってのは確かスカベンジャーのことだったよね。スラストモジュールの在庫は？ちょうど持ってるけどね。高いよ。500キャップだ。500キャップ。さあ、知らない。それまあ無理ですね。いいわ、まだあるよ。500キャップで売ってやる。500キャップか、高いな。いい、喜んで。で、多分ここにあるんでしょうね。売ってると思うんだけど、あれ、売ってないな。え、普通に売ってるもんじゃないの。嘘。マジか。盗めないかな。ああ。この。それで戻ってきたのかい？で、どこまで話したっけ？このババアからこのスラストコントロールモジュールを。まだ
普通に、スピーチをあげる本があるかな。バーターかスピーチだな。まあ、ちょっと本を見てみましょうか。本でアイテムで、スピーチとバーターが上がる本。サバイバルが上がるけど、サバイバルは別に関係ないんだよな。ないね。ない。これはどういうこと？でも何か解決方法があるはずだよね。それで戻ってきたの。それはいいんだけど、この辺りに何か。そうだね。ヒントをやろう。昔はただのギブソンと呼ばれていたんだ。あなたは自分で考えな。正直なところ気にしちゃいない。この時代長生きするだけでも大したもんさ。ベッドで大往生を遂げれば遺体だって残るしね。なるほどね。違う、何かね、何かあるはずなんだよ。レプコンについて教えてほしい。若い頃はよくあの古いビルの残骸で過ごしたもんだ。私と死んだ夫はそこでガラクタを集めていたのさ。鍵がかかってなけりゃ集めて売ってるんだが、この辺りのスクラップは大概レプコンから持ってきたものさ。お気に入りの椅子もね。ふんふん、なるほど。みんなレプコンから持ってきてんのか。ヘリオスは聞いた話じゃ、 NCR が接収する前、あの場所はブラザーフッド・オブ・スティールが仕切ってた。ほうほう。誰が戦いを始めたのかはよくわからないけどね。でも戦いが終わってみると、妙な武装をしたブラザーフッド・オブ・スティールは逃げていった。それ以来奴らがどうなったのかはわからないのさ。ブラザー・オブ・フッ…ブラ…BOS はあれだね、前作でも結構正義の味方的な感じであれだったけど、これコントロールモジュール普通に売ってないの？殺すしかないのか、これも。殺すしかないのかって。なんかいろいろ売ってるけど。またね。これ、なんか方法は、ちょっと、犬すごいことになってると思ったらそういうことか。大変なことになったな。ちょっとセーブしてワンチャン殺してみるか。ちょっと一回やってみましょうか。よしよし、一応殺した。で、ワンコがちょっと待って、ワンコから逃げられるんじゃないか、うまくやれば。なんだ、ビッグブーマー、なんだ、ダブルショット。いや、違うな、欲しいやつじゃないわ。そういうことじゃなかった。はい、ということで、なんかもう、レベルをね、上げて、話せるようになっておかないと、ダメだということらしいので、なんてこったいっていうことでしょうがないからね、ちょっと、レベルを上げていきたいと思います。はい。はい、ということで大変なことが起きてしまいました。このね、ビッグブーマーをなぜ持ってるのかっていうと、突然ね、この人が襲ってきたっていう。この犬とかと一緒に襲ってきて、さらになんか NCR のね、兵たちまでが俺を攻撃してくるっていう、全くわけのわからない、突然なんかなんでそんなことしてくるのっていう状態になってしまって、もうやむなく殺しましたよね。まあ自分の身を守らないといけないから。でも NCR がまだ残ってるんだよね。何なんだこの
この中に入ってしまったのは全ての間違いか。でもこっちから出ろってなってたんだよな、ミッション的に。おー、ということで、もうレベル上げる必要、なんかね、ちっちゃいミッションをやってレベル上げようと思ったんだけど、レベル上げる必要がなくなったね。まあでもバグか何かなのか、それとも気に障ることを俺がやってしまったのか、ちょっとわからないんですが、まあ多分ここにいる NCR の兵士を全員殺さないと脱出はできなさそうなので、まあね、やむなく殺していくしかないんでしょうね。悪人プレイだわまさかの悪人プレイっていうね。よし、じゃあ戻ろう。大丈夫か。あれ、敵対してないの。よ、お前らはよって言ってくれるのか。で、このファンタスティックテストから、そう、なんかアトミックカクテル、そう、なんか情報をもらってそのミッションをやるっていうところだったんですけれどもね。ちょっと待って、これどうやって出るんだっけ。こっちか。ちょっと NCR が襲ってくる可能性がゼロではないので、大丈夫か。ああ、大丈夫だ。じゃあこの外にいるやつらだけが敵対してるのかな。まあもうだとしても、もう殺すほかないっていううーん、なんでこんなことになっちゃったのかな、本当に。タバコのカートンと、あ、弾がある。ああ、タバコのカートン、タバコのカートン今度、おお、なんだなんだ、でかいなお前。さて問題、あれ、敵対してない。なんだなんだなんだ、どういうことだ。全く意味がわからないわ。敵対してたじゃん。まあいいや。ということで、じゃあちょっとあのおばあちゃんがいたところまで一回戻りますか。戻りましょう。いや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 、全くどういうことだよ。あ、まあ戻りましょうっつっても目の前か。で、さらにその奥に恐竜があるから、そこでちょっといろいろあれだね、アイテムを買っちゃおうか。で、このおばあちゃんの家の中にもういないよね。なんで急に俺のことを殺しに来たのかわからないんですけれども、おー、しょうがない。多分この中に何かあるんでしょう。で、この犬は敵対はしていない。サルサパリラ入ってるかな。うん、入ってない、入ってないし別にいらないな。で、このヌカコーラのは動いてなくて、おそらくもう盗むしかないんでしょうね。まあ、ていうか盗むっていう方法が一番手っ取り早かったのかもしれないですけれども。ん？この道具箱に入ってるか？入ってないな。これか。あ、これか。ちょっと待って。よし、しょうがない、もう盗むしかない。これはね、致し方ないですよもう殺しに来られて殺してしまったので、じゃあそうだね、恐竜に行きましょう。まあでもこれでね、やっとっていうか、まあまだ確認してないんですけど、これ3やった人はなんとなくわかると思うけど、おそらくこれあれなんじゃないかな。あ、ほら、やっぱりダブルバレルショットガンだ。お、いいねいいね、よしよしよし、いいもん手に入れた。でもこれはまだ温存しておこう。まだその時じゃないからね。だからシングルショットガンはもうちょっと売っちゃっていいかなっていう感じですね。じゃあちょっとこの恐竜でお買い物をしたいと思います。はい、ということで
悲しみを悲しみを背負いながら戻ってきました。でこれを渡すとこんばんはどうなる。こんばんは。さっき話した部品を見つけたか。見つけてきたよ。これね。本当だ。しかもどれもいい状態だ。おお、それはよかった。ロケットの準備はできたな。ああ、ジェイソンに偉大なる旅を始められると伝えよう。よしよし、じゃあ君たちがここから出て行ってくれると。展望プラットフォームへ上がり、発射シーケンスをうんぬんかんぬん。集まれ。神の導きにより真実の言葉が伝えられますよ。全能なる神が我々の祈りに応えてくださった。ロケットに乗り込み偉大なる旅に出る時が来た。まあ、君たちがねどういう形であれ出て行ってくれるっていうことはこれか。これではない。上に登ろう。待って待って待って、多分これマップ見た方がいいな。だいぶ遠いだいぶ遠いっすね。であれなんですよね、あれなんだよね、防具がね、防具がワンコのワンコとギブソンの襲撃によってなんか崩壊状態にあるんで、ちょっとまた新しい防具を見つけなきゃなっていう感じで、さあ外に出よう。さあということでちょっと歩いてきてここまで着きました。でこれがおそらく発射用のなんかなんでしょうね。タバコ落ちてる。どれを押せばいいんだ。ナビゲーションコンソール。コンソールに設定、なるほど、コンソールには触れないと。でじゃあ発射させるか。じゃあいってらっしゃい。ああ、なるほど。あんなところに、なんでこの音楽なの。しかもそのちっちゃいロケットでいけるかな。あ、3機あるんだ。うわあ。多分どっかに落ちるんじゃないか。チャラチャ。おお、交換。善行が評判となっており、あなたは人々に好かれています。本当に？おばあちゃん殺したのに。あー、これレベル上がったやつかな。悲しみだよ。さあじゃあレベル上げましょうか。はい、ということでこのバーターに、うん、なんかちょっと振ってみました。安く買えればそれに越したことはないからね。で、新しい何かが増えてるはず。ガンスリンガー、このタフネスをいただいておきましょうか。よし。ということで、どっからか流れてきてるんですが。で、これでメインクエストの方は進めるようになったと思います。グールが。いなくなったのでね。あれ、こっからもしかして移動できる？移動できるんだったら移動したいんですが。はい、無理ーと。はい、ということでここまでね戻ってまいりましたよ。で、待って待って待って、帰らないで。あ、入れるの？じゃあ入ろう。さてさて、お話があるんですが、ブールの件は進展したか？頼りにしてるからな。飛んでったよ。本当か？驚いたな。大変だったろう。まあね、あんたならやれると思ってたよ。修羅場を切り抜けてきたって感じだからなどこを見てそう思ったのかわからないんだが、それで探してる男のことだが。わかった、約束通り知ってることを全部話そう。いや、ありがたい。お前の探してるベニーだが、俺の昔の仲間と旅してたな。うん、ボルダーシティに行くところだった。ボルダーシティ、どうしてそんな方法を取ったのかわかるか。ボルダーシティはどこだ。わからん。ベニーはまだ支払いを済ましてないから、うんうん、それで借りを返してもらうつもりだったのかもな。
ああ、ボルダーシティはどこにある？ルート93をまっすぐに行ったところだ。道路を北にたどればいい。はいはい、なるほど。これで借りを返したことになればいいがな。まあ、ああ、借りは十分返してもらったんじゃないでしょうか。偶像化されてる。へいって言われてもな。すごい科学者みたいな見てくれですが、じゃあちょっと行こうか。よし、ということで、もうね、ここのミッションは済ませたので旅に出ましょう。よいしょ。で、探してる場所が遠いな、おい。ボルダーシティね。ボルダーシティまで行きたいと。じゃあ今回はちょっとね、ボルダーシティまで行って、そこで終わりにするという感じでいかがでしょうか。このバラモンなんか痩せてない？つうかバラモンってさ、絶対首二つあるけどさ、何もうそういう生物になっちゃったのかな。バラモンってそういう生物になってしまったっていうことでいいんでしょうか。まあそれはともかく、まあ歩いていきましょうか。歩いていくしかないんでね。道中で何かアイテムを見つけられれば、それはそれで嬉しいかなと。まあでもなんか、ビッグブーマーっていう名前の、おそらくだけど、あれでしょうね。完全にユニーク武器の、ソードオフのダブルバレルショットガンを手に入れましたんで、まあそれはそれでね、良かったかなっていう感じではあるんですが、おそらくあの人からね、すり取るだとか、まあ今回みたいに殺すだとかしないと、うん、手に入んなかったものだと思うので、でもね、このゲームね、なんか人を殺すと進行不能になるバグもあるらしくて、うん、それが起きるとね、完全に萎えるので、でも襲ってきたからね、急に。まあ別のね、世界線で一回私は殺してしまったかもしれないんですが、敵はいるな。それをね、この世界線でも覚えてるってことはない。あー、こいつらあれか。よし、オッケー。まずいまずいまずい。どこにいる？リーダーか、リーダーか。バイパーのリーダーか。どういうことだ。なんでこんなところにリーダーがいるんだ。ちょっと待って、ちょっと待って。まずい、まずいって、あんまり使うとね、まずいんですって。ちょっと待って。体中がやばい。めちゃくちゃ撃たれてるけど。ガスサービスとかいうところに着いたけど、ちょっと逃げよう。あいつなんだ、全然当たんねえぞ。攻撃は全然当たんなかったな。最悪だよ。あ、ガンキャビネット嘘でしょ。うん、いらない。ここに入ってる銃はいらないな。ちょっと一回寝ないと。いるね。普通にいるね。あー、手がブレブレだ。待ってくれ。これはまずいな。こっちだとなんとかなるか。ちょっと待ってね。手がブレブレなんですけど。やばい、全然打てねえし、相当体力がやばい。とりあえずスティームパックを使わせていただきつつのサルサパリラガブ飲み。もうしょうがないよね。
バイパーのリーダーが超強い。よし、殺した殺したけど相当やばいぞ。こっちも相当やばい。相手もてか当たんなくない？当たってなくない？ちょっと待って、当たってるのかこれ。よし当たった。あぶね。なんか当たり判定が微妙だった気もするけども、まあいいや、そんなこと言っても仕方がない。さて戦利品を回収しましょうか。10ミリピストルは別にいらない。ジェットヘアピン、はい。あ、44口径のマグナムリボルバーか。ダメージ19。まあ、とりあえずもらっていくか。ダクトテープはいらない。あ、強化レザーアーマーね。じゃあ、これはもらっていこう。ちょっとこっちの弾が心もとないが。で、食べ物も食べちゃおうか。スチームパックは相当、あれなので、普通の食べ物で対処していきたいな。ここら辺かな？ガみたいなの飛んでる。ちょっと待って、何これは。今度は何？いった！胴体に大ダメージなんですけど。ちょっと待って。止まれ止まれ。ちょっと寝るしかないけども、寝るしかないな。寝るしかないけど、敵は近くにいすぎるか。相当食らったな。ひどいひどい。お、待ってくれ待ってくれ。なんだこれなんだこれ。すごいすごいダメージを食らってるけど。あ、カサドレアスの毒。そういえば毒消しを一つ持ってた気がするな。なんかすごい難しくなってない？このゲーム。アンチベノムね。ああ、よし、よかった。危ないわ。危うく普通に死ぬとこだったな。危ねえ、危ねえ。寝よう。1時間。1時間睡眠をとって。いやー、怖いですわ。ああいうね、変な毒を持ってる生物がいるらしいので、皆さんもね、ウェイストランドを歩く際は気をつけてください。私はあのおかげでね、死にかけましたので。ん？いや、見つかってないな。ちょっとあいつの相手は勘弁だし、銃弾が相当ないな、もう。よしよし。まあもう、さっさと目的地まで行ってしまいましょうか。と思ったんだけど、目の前に。ああ、スコルピオンか。あ、今度はラッドスコルピアンだ、これ。やばい。こいつも毒持ってるはず。危ねえ。ちょっと待って。こいつはなんか、これでなんか、毒を、なくすやつを作れそうな気がしなくもない。うん。毒を治す薬は毒から作るっていうから。果たして合ってるのかはわからないですけれども。なんか多いな。待って、何がいるんだ？あ、トウモコロシだ。はい。ラッドスコルピオンですね。ちょっと待ってください！危ない。これもっとバンバン撃てるやつが欲しいんだけど。ちょっと待って、待って。これ。危ない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 。ちょっと待って。こんなとこで俺は死にたくない。よしよしよし。待ってくれ。こっちに切り替えよう。まだこっちの方が戦えるはず。おお！危ない危ない危ない。すごい落ちてるけど。ああ、大丈夫だったか。この銃も刺してすごい強いってわけでもないわけね。あ、カラスちゃん。
ラッドスコルピオンまだ追っかけてきてんな。しつこいやつめ。おっと、隣から来てたな。待って、後ろになんかいないかい。よし、オッケー、倒した。なかなか強いな。ちょっと毒性はもらっていきますけど、もうちょっとカウボーイライフルで、カウボーイリピーターか、戦っていかないとダメそうなので、もう今の使ってる武器はダメになっちゃったからね。弾もねえし。おお、ということでボルダーシティへ着きましたね。で、ここは酒場か。まあ、じゃあとりあえず酒場に入って終わりにしましょうか。さて、ということで酒場にやってきたんですが、店主がいない。誰もいない中、ジュークボックスだけは鳴っているという恐怖ですけど、さあ、じゃあね、今回はここら辺で一旦やめておきたいと思います。バッツを使えないとなると、このゲーム全く別物に変わるね。ハードコアもだいぶ別物に変わるらしいけど、はい、ということで今晩のサタデーナイトゲームショー、いかがだったでしょうか。果たしてちゃんとクリアできるのかっていうところですけど、クリアしていきたいと思います。頑張ってね。はい、ということで皆様ゆっくりおやすみなさい。バイバイ。